無再生幼年時代1私はよく実家へ遊びに行った実家はすぐ裏町の奥まった広い果樹園に取り囲まれたこじんまりした家であったそこは玄関に槍がかけてあってヒノキの重い4枚の戸があった 父はもう60を超えていたが母は眉の跡の青々した40代の色の白い人であった私は茶の間へ飛び込むと「何かくださいな」すぐお菓子をねだったその茶の間はいつも時計の音ばかりが聞こえるほど静かで非常にきれいに整頓された清潔な部屋であった「またお前来たのかえ?」 たたった今帰ったばかりなのに茶棚から菓子皿を出して客にでもするようによく羊羹やもなかを持って出してくれるのであった母はどういう時も菓子は器物に入れていつも特別な客にでもするようにお菓子を添えてくれるのであった茶棚や図書網は皆よく拭かれていた 長火鉢を隔たって座って母と向かい合わせに話すことが好きであった母は小柄なキリッとした色白なというより幾分青白い顔をしていた私はもらわれていった家の母より実の母がやはり厳しかったけれど楽な気がして話されるのであった お前おとなしくしておいでかね。そんな一日に二度も来ちゃいけませんよ。だって来たけりゃしようがないじゃないの。二日に一遍くらいに押しよ。そうしないと私がお前をかわいがりすぎるように思われるし、お前のうちのおっかさんにすまないじゃないかね。えわかって。そりゃわかっている。じゃあ一日に一遍ずつ来ちゃ悪いの二日に一遍よ。 私は母と会うごとにこんな話をしていたが実家と一丁と離れていなかったせいもあるが約束はいつも破られるのであった私は母の顔を見るとすぐに腹の中で「これが本当のおっかさん自分を産んだおっかさん」と心の底でいつもつぶやいた「おっかさんはなぜ僕を今のお家にやったの?」。 お約束したかかららさまだそんななことわくてもいいの母はいつもこう答えていたが私はなぜ私を母があれほど愛しているにかかわらず他家へやったのかなぜ自分で育てなかったかということを疑っていたそれに私がたった一粒種だったことも私には母の心がわからなかった父はすぐ隣の間にいた しかし昼間は大概畑に出ていた。私はよくそこへ行ってみた。父はぶどう棚や梨畑の手入れをいつも一人で黙ってやっていた。なりの高い武士らしい人であった。坊やかえ。ちょいとそこを持ってくれ。うん、そうだ。なかなかお前は利口だ。と父は時々手伝わせた。畑は広かったが、 リンゴ柿すももなどがあちこちに作ってあったことにあんずの若木が多かった若葉の陰によく熟れた美しいあかねと紅ないとを混ぜたこの果実が葉漏れの光に柔らかくおいしそうに輝いていたあまりに売れすぎたのは一人でに暖かい音を立てて地上に落ちるのであった、うん、お父さん 僕、あんずが欲しいの。取ってもいいのああ、いいとも。私は、まるで猿のように高い木に登った。若葉は絶えず風にさらさらなって、あの美しい黄金色の果実は、私の懐にも手にもいっぱいに握られた。それに、木に登っていると、気がせいせいして、 地上にいるよりも何とも言えない特別な高いような自由で偉くなったような気がするのであった。例えばそういう時、道路の方に私と同じ年配の友達の姿を見たりすると、私はその友達に何かしら声をかけずにはいられないのであった。自分の今味わっている幸福を人に知らさずにいられない美しい子供心はいつも私をして、 梢にたたれながら軽い小鳥をさせるのであった畑は一様に規則正しい畝や囲いによって例えば玉名の次に遠藤がありその後ろにキュウリのたけが一囲いという順序に全てが整然とした父の潔癖な性格と昔2本の大小を腰にした厳格さの表れでないものはなかった。 父の野良犬を追うとき、小塚でも投げるように小石は犬に当たった。またはカラスなどを追うつきが、やはり一種の形式的な道場壁を持っていて、妙に私をして感心させるような剣術を思わせるのであった。父の今には、その襖の奥や戸棚には驚くべきたくさんの刀剣が収められてあった。 私はめったに見たことがなかったが、ピカピカと漆塗りの光った鞘や、手塚のサメのポツポツした表面や、掛け印に結んだ使いとの強い紺の高まりなどよく父の顔を見ていると、何かしら関連されて思い浮かぶのであった。それに父は非常に健康であった。平成は俳句を書いていた。 父はぶどう棚から刺す青い光線の入る窓先に習字机を持ち出してよく短冊を描いていた「幾枚も幾枚も書き損なってどうもよく書けんなどと言って売っちゃることがあった母はそういう日は次の間で縫い仕事をしていた例の音一つない家の中には八角時計が片言こととなっているばかりであった」。 父も母も母茶が好きであった。2人で茶を飲んでいる時私も遊び友達に飽きてしまってよくそこへ訪ねて行くことがあった私はよく母の膝にもたれて眠ることがあった「お前眠ってはいかんお家で心配するから早くお帰り」と父がよく言った「しばらく眠らせましょうねかわいそうに眠いんですよ」 母の言う言葉を私は夢うつつにうっとりと遠いところに聞いて幾時間かをぐっすりと眠り込むことがあったそういう時ふと目を覚ますとわずかしばらく眠っていた間に10日も20日もたってしまうような気がするのであった何もかも忘れ洗いざらした甘美な一瞬の楽しさその遊園さは あたかも午前に遊んだ友達が10日も先のことのように思われるのであった母は私の帰る時はいつも8日の母の思惑を気にして襟元や帯を締め直したり顔の汚れや手足の泥などをきれいに拭き取ってさあ道草をしないでお帰りそしてここへ来たって言うんじゃありませんよええおとなしくしてねええ お母ささん、さよなら。私はいつも感じるような一種の胸の迫るような思いでわざとそれを心で紛らすために玄関を駆け出すのであった母はいつも長く門のところに立って見送っていた 2> 2私は洋怪へ帰ると母がいつもまたお母さんところへ行ったのか。 とと尋ねるごとに、私は私の顔を見つめていて私の言ったことが嘘だということを読み分けると厳しい顔をした私は私で知れたということが直覚されると非常な反感的なムラムラした気が起こったそしてどこまでも行かなかったと言わなければならないという決心に知らず知らず体が震うのであった だってお前が里へ行っていたってお友達が皆そう言っていましたよ。それにお前は行かないなんて嘘をつくもんじゃありませんよ。でも僕は裏町で遊んでいたんです。みんなと遊んでいたんです。私は強情を張った。誰が言いつけたんだろう。もし言いつけた奴がわかったらひどい目に合わせてやらなければならない。と思ってあれかこれかと友達を心で物色していた。 お前が行かなないいいってて言うならいいとしてね。お前も少し考えてごらん。ここん家へ来たらここの家のものですよ。そんなにしげしげ里へ行くと世間の人が変に思いますからね。今度は優しく言った。優しく言われるとあんなに強情を言うんじゃなかったとすまない気がした。ええもう行きません。時々行くならいいけれどね。 なるべくはちゃんとお家においでよええこれを持ってお部屋へいらっしゃい母は私に一包みの菓子をくれた私はそれを持って自分と姉との部屋へ行った母は叱る時は非常にやかましい人であったが可愛がる時も可愛がってくれていたしかし私は なぜだか親しみにくいものが、母と私との言葉と言葉との間に、平常の行為の隅々に挟まれているような気がするのであった。姉は嫁入り先から戻っていた。そして一人でいつも寂しそうに針仕事をしていた。私は机の前に座って黙っておさらいをしていた。姉さん、これをお上がり。 私は懐からあんずを取り出した美しい果実はまだ青い葉をつけたままそこらにいくつも転がって出た「まあお里から取っていらしたのええ大変甘いのでは母さんには秘密ねそう今お里へ行ったって叱られちゃったところさ姉は黙って一つ食べた」 姉は一日何も言わないでいたわずか一年も嫁いって帰ってきた彼女は生まれ変わったように陰気な考え深い人になっていた姉さんはお嫁に行ってひどい目に遭ったんでしょうきっと何でもないのよ姉はあとは黙っていた私たちは杏の種をそっと窓から隣の寺の境内に捨てた 姉はいろいろな切れ類や小さな美しい箱や目の青い人形や絹でこしらえた財布や嫁入り先が海岸だったというのでそこで集めた桜貝、姫貝、蝶ょ貝などをたくさんに持っていたそれは小さな手提げダンスの中にしまってあった私はそれを少しずつ分けてもらっていたこれも少しあげよう一つ一つ 少しずつ分けてくれた私は琴に美麗な透明な貝などを綿にくるんでやはりもらった箱にしまっておいた姉は琴にキレが好きであったさまざまな色の絹類を大切に持っていたどうした弾みだったか姉の名あての手紙の束を見たことがあったそれ何お手紙見せてください 私は何心なく奪うようにして取ろうとすると姉は慌ててそれを背後に隠してそして赤い顔をした何でもないものですよあなたに見せても読めはしないものよ私は姉が赤くなったので見ては悪いものだということを感じたきっと姉の友達から来たので私どもに知らしてはならないことを書いてあるのだと思って 私は二度とそれを見ようとはしなかった。母さんにね、姉さんが手紙を持ってるっていうことを言わないでしょうね。姉は心配そうに言った。言わないとも。きっと、きっとだ。私は小さな誓いのために指切りをした。姉はお嫁前とは痩せていたが、それでもよく肥えてがっしりした手をしていた。 私はそういうふうにだんだん姉と深い親しみを持ってきた。晩は姉と並んで寝た。姉、ね、さん、入っていいなどと私はよく姉と一緒の床に入って寝るのであった。姉はいろいろな話をした。硫黄膳の話や堀武三郎などという加賀藩の川師の話などをした。 加賀藩では川氏というものがあって鮎の季節やマスの季節には目の下一尺以上あるものを取るための特別な川の漁師であって対等を許されていたことに堀武三郎というのは加賀では大川である手取川でもお城下先を流れる犀川でも至る所の有名な淵や瀬頭を泳ぎ探ることが上手であった全部職から仮名があると 堀はいつも48時間以内には立派な鮎がマスを生け取ってくるのであった。彼は好んで主の住んでいるという噂のある淵を泳ぎいるのであった。その頃、西川の上流の大桑の淵に主がいてよく馬までも取られるということがあった。堀はその淵の底を探ってみた。夜のような深い静寂な底は 体もしびれるほどの冷え切った清水が湧いていてまるで氷が張っているような冷たさであったその底に一つの一鳥亀がぴったりとはらぼうていたで堀は亀の足の脇の下をくすぐると亀は二三弱動いたまるで不思議な大きな石が動くようにその亀の動いた下に暗い穴があった 彼はそこをくぐった中は三四軒もあろうと思われる広さで非常にたくさんのマスがこもっていた堀はそれを手取りに必要なだけ彼は必要以外の魚は取らなかった捕まえて穴を這い入れようとすると例の一トトリガメがぴったりと入り口をふたしていた堀はまた脇腹をくすぐって動き出した隙に穴を這い出た 堀はこの話をしたが誰もそこへ入ってみるものがなかった。それからというものは堀はそこを唯一のマスのお寮場としていた。その堀が生涯で一番恐ろしかったという話は倉ヶ岳の池を潜った時であった。この倉ヶ岳は加賀の白山山脈もやがて東方に着きようとしたところに こんもりりと盛り上ががっった山があってそこは昔さっさ成政に攻め立てられて逃げ場を失った富樫正親が馬上から砦の池に飛び込んだ古戦場であった毎年彼が馬と共に飛び込んだという裏本の7月15日にいつもその縄文のついた蔵が浮き上がった中には蔵の浮き上がったのを見たという村の人もありその日は別に変わりはないけれど 何とともも言えぬ池の損なりがするという人もあった不思議なことには馬と一緒に飛び込んだ富樫正親の姿がその折とうとう浮いてこなかったことであったその池は深く青蘭色の沈んだ色を見せてさざ波一つ立たない日はいかにもその底に深い怨恨に燃え沈んだ野士の霊魂が沈潜していそうに思われるほど静寂な 神秘的なすごい支配力を持って人々の神経を震わせてくるということであった堀はこの伝説を聞いて笑ったそして彼がこの池の底を探検するということがお城下町に鳴り響いて噂さされたのであったその日堀は獲物一つ持たずに池に潜り込んだ静かな午後であった彼はかなり長い間 水面に浮かなかなったがしばらくして浮き上がってきた彼は非常に蒼白な恐怖のために絶えず筋肉をピクピクさせていたそして何人にもその底の秘密を話さなかった何者がいたかということやどういう主が住んでいたかということなど一つも語らなかったただ彼は川師としての生涯に 一番恐ろしい驚きをしたということのみを後で人々に話していたそれと同時に彼は川しの職を辞めてしまった姉は話し上手であったこれを話し終えても私はまだ眠れなかったそしていろいろな質問をして姉を困らした「いったい池の底に何がいたんでしょう?」「そりゃわからないけれど」 やっぱり何か恐ろしいものがいたんでしょうね。では今でも蔵が浮くんでしょうか。人がそう言い伝えているけれど、どうだかわからないわ。しかし怖い池だって。私は話し最中にその蔵がだけを目に浮かべた。それは剣街道を抱き込んだ非常に緩やかな工法で、この峰続きでは一番先に冬は雪が来た。トガシって侍は まだ池の中に生きているのそれとも死んでしまったのそれがわからないの。生きているかもしれないわ。姉は脅かすように言って、もうおやすみ、と言った。私は軽い恐怖を感じて、姉にぴったりと抱かれていた。姉の胸は広く暖かかった。やがて私は、 姉の温かい呼吸を自分の方に優しく感じながら眠った、3. 私どもの町の裏町のどんな小さな家々の庭にも果実のならない木とではなかった青梅の頃になると卵色した丸いやつが小杖いっぱいにたわみこぼれるほど実ったり 美しい真っ赤なグミの玉が塀の外へしだれ出したのや青いけれど甘みのあるリンゴアンズ、雪国特有のすもも獣などが実った私どもはほとんど公然とそれらの果実を石を持って叩き落としたり塀に登って取ったりしたちょうど七つぐらいの子供であった私どもは そうした優しい果実を略奪して歩くためには、七八人ずつタイを組んで、裏町へ出かけるのであった。それを、ガリマと言っていた。ガリマをしようじゃないか。こう発言するものがあると、皆一体になって果樹園町へ出かけた。しかしそれは、全然道路の方へ木の枝がはみ出た分の果実に限られていた。まるで南洋の土人のような、 荒いしかし無邪気な略奪隊であっただから果実の木を持つ家々の人は子供らが道路の方へ出た分の果実を取っていても別に咎めも叱りもしなかったかえって人の良い中年の母らしい人がニコニコ笑って見ているのもあったりした「ガリマ隊の来ないうちに」と言って果実を急に取り始める家もあった。 私もよくそのガリマ隊に加わったものであったガリマ隊の進んでいった後の道路はちぎれた青葉若葉が乾いた道の上に激しい子どものいたずらの跡を残して散らばっていた私たちは空き地の草場に輪を作ってガリマによって得た果実を皆に分けっこうするのであったそして皆子供らしい白い足を投げ出してわいわい言いながら 極めて自然らしい遊びにふけるのだいろいろな家の果実がそれぞれ異なった味覚を持っていて子供らはそれを味わい分けることが上手であった私もやはり裏町を歩くとどこのあんずがうまくてあそこのりんごがまずいということをよく知っていたガリマ隊が陣取っているとそこらに遊んでいた女の子供もらも皆言い合わしたように集まってくるのであった。 君らにも分けるよ。みんな二つずつだよ。などと言って、ニコニコしている少女たちに、みんな平等に分け与えることも、いつもの例になっていた。女の子らはややはにかみながらも、ガリマ隊の中に兄さんなどもいるので、みんな親しく分けてもらって、隊を離れて遊ぶのであった。いつ頃からそういう風習があったのか知らないが、それは決して不自然なところがなく、 また非常に悪びれたところが見えなかった少し残してっておくれみんな取られるとおじさんの分がなくなるじゃないかという家もあったそんな家はいい加減にして引き上げたどちらもニコニコしている間に自然と取り交わされた礼節が子供らの敏感な心を和らげるのであった私はつぶてを打つことが好きであった 非常に高い木のてっぺんには、ことに杏んなどは、立派な大きなやつがある限りの日光におごり太って、黄金色によく輝いていた。そんな時はつぶてを打って、不意に梢に非常な振動を与えたはずみに、その杏んを落とすより他に方法はなかった。私は手ごらな小石を持つと、ぴゅっと風を切って、梢をめがけて投げるのであった。 つぶは青葉の間をくぐったり触れた青葉を切ったりして箸と小に当たるのであった大概よく売れ切った杏の額は弱くなっていて美しい円形を描いて花火のように落ちてくるのであったそういう時は子供らは一斉に歓喜に燃えた声を上げた私はまたよく川岸へ出てつぶ手を打ったりしたものであった ともかく私のつぶては遊び友達の中でも非常な腕利きとして相応な尊敬を払われていた例えば A の町のガリマ隊と B の町のガリマ隊とがよく静かな裏町で出っくわすことがあったそんな時はすぐに喧嘩になったそんな時は大概石を投げ合うので私が一番役に立った私はいつも敵の頭を越すくらいに打った 一つから二つ、三つという順序に、矢継ぎ早に打つのが得意で、それが敵をして一番怖がらせるのであった。私は大概脅かしにやっていたが、つぶて打ちの名人として私がタイにいると、敵はいい加減にして引き上げるのであった。喧嘩が白兵戦になると、ずいぶんひどい殴り合いになるのであった。竿やステッキで、 敵もも味方もめちゃくちゃゃくになるるまででやり続けるのであった私は組打ちがうまかった。その代わり四五人に組みしかれて頭をガンガン張られることも少なくなかった。私はどういう時にもかつて泣かなかったために仲間から勇敢なもののように思われていたが心ではいつも泣いていたのだ。4. 小学校では一番唱歌がうまかった。 作文も図画もまずかった。私はいつの間にか家でおとなしかったが学校では暴れ者になっていた。私はよく喧嘩をした。喧嘩をする度ごとに私が加わっていてもいなくても私が発当人にさせられた。そしてお残りによくあった。私は絶えず不安な胸の酸っぱくなるような気で学科の果てるのを待った。 それは先生が私の読み方一つが違っていても他のものが間違っていてはそうではなかったが私だけはいつも居残りを命ぜられたからであった今日もやられるかなと考えているときっと「室を帰ってはいけない」と居残りの命令にあった私のちょいとした読み違いでもそうだ ことに喧嘩から疑われて一週間も教室に残されたことはほとんどいつものことであった。私の犯さない罪はいつも私の弁護する暇なく私の上に加わっていた。私は誰にも言いたいだけの弁解ができなんだ。私の教室の寂しいがらんとした室内に一時間も二時間も 先生がやってきて帰れと言うまで立っていなければならなかった学友の帰っていく勇ましい群れがそこの窓から町の一角まで眺められた皆愉快な喜ばしげな温かい家庭を指していった彼らの帰っていくところに彼らの一日の勉学を報いるための美しい幸福と医者とがその広い温かい翼を広げているようにさえ思われた 私は外の緑地や家にいる姉の優しい針仕事のそばで話しする愉快を考えて絶えずうさぎのように耳を立て今も先生が来て返してくれるかとそれを一心に待っていた私は教室のガラスが何枚あるかということいつも私の立たされる柱の木目がいくつあるかということボールドにいくつの節穴があるかということを知っていた 私はしまいには窓から見える人家の屋根瓦が何十枚あって、はすに何枚並んでいるかということ、はすの起点から下の方の起点が決して枚数を同じくしない点からして、ほとんど四角な屋根が決して四角でないことなどをそらんじていた。たくさんの生徒の前で、お前は居残りだ、こう先生から宣言されると、たくさんの生徒らに対して私はわざと、 居残りなんぞは決して怖くないということを示すためにいつも寂しく微笑した心はあの金属的な絶望にふたせられているにもかかわらず私はいつも微笑せずにはいられなかった何がおかしいのだバカ私はよく怒鳴られたそんな時私は私自らの心がどれだけひどく揺れ悲しんだかということを知っていた 幼い私の心にあのひどい荒れようが日々のいった亀のように深く刻まれていた私は時々あの先生は私のように子どもの時がなかったのかあの先生の今の心と私の幼心とがどうして合うものかとさえ思ったしかし私は先生に憎まれているという心理上の根本を見るほど 私は大人でははなかった私は憎まれていた私は先生のためならば何でもしてあげたいと思っていた私の所有品私のすべてのものを捧げていいからこの苦しい居残りから逃れたいと思っていたその反面に私は時々とても子供が感じられない深い残酷さのしっぺ返しとしてあの先生が この学校へ出られないようにする方法がないものかとも考えていた。そういう考えは到底実現できなかったし、またそういう考えを持つことも恐ろしいことに思っていた。うちでは毎日居残りを食らうために母の機嫌が悪かった。珍しく居残りをされなかった日は今度は母がやはり居残りにされたんだろうと言って責めた。 私はどうすればよいかかからなかった。私は人気のないしんとした教室で一人で涙を流していた「ねえ早く帰ってらっしゃいあなたさえおとなしくしていりゃ先生だってきっと居残りはしなくなってよあなたが悪いのよ皆自分が悪いと思って我慢するのよ偉い人は皆そうなんだわ」 こう言ってくれた姉の言葉がしきりに思い出されていた。私は知らず知らず教団の方へ行ってボードに姉さんという字を書いていた。私はその字をいくつも書いては消し、消しては書いていた。その文字が含む優しさはせめても私の慰めであった。姉の部屋の内部が目に浮かんだ。 姉の寂しそうに座っている姿が目に入った。私は泣いた。その時、突然教室の戸が開いた。そして先生のアバたずらが出た。私は目がくらむほどびっくりして、指定された柱のところへ行って棒立ちになった。私の空想していた花のような天国的な空想が、まるで形もないほど壊されたのであった。 何をしているんだ。なぜ言いつけたところに立っていないんだ私は肩先をひどく小づかれた私はよろよろとした私は非常な激しい怒りのために膝がガタガタ震えた私は黙ってうつむいていた何を言っても駄目だ何も言うまいと心で誓った姉もそう言ってくれたのだ なぜ先生の言いつけ通りをしないのだ。この時私は横顔を張られた。私は左の方がしびれたような気がした。それでも私は黙っていた。私はここで殺されても物を言うまいという深い賢明な忍耐と努力とのために私は私の唇を噛んだ。私はこの全世界のうちで一番不幸者で、 一番ひどい苦しみを負っているもののように感じた「よし貴様が黙っているならいつまでもそこに立っておれ」こう先生は言って荒々しく教室を出て行った私はやっと顔を上げると今までこらえていたものが一度に胸をかきのぼった顔が火のように逆上した 私は痛い方に手をやってみて、そこが腫れていることに気がついた。私は腫られたとき、もう少しで先生にくみつくところであった。けれどもこらえた。私はもう午後5時ごろのように思った。そして窓から見ていると、先生方はみんな帰っていった。その中に私の先生もいた。そうだ、先生が帰っては、 もうとても返してくれる者がいないのだ。私はすぐに自分の席からカバンを取るとさっさと帰った。外は楽しかった。家へ帰ると母は小言を言った。また居残りでしょ私は姉の部屋へ入るともう目にいっぱいの涙が溜まった。姉はすぐに直覚した。私は姉にすがりついて、 心ゆくまで泣いたあなたの先生もひどい方ねちょいとお店まあかわいそうにね姉は私の方をなでて涙をためた目で私を見つめた私は胸がいっぱいで物が言えなかった言いたいことがたくさんあったしかしどうしても口へ出なかった私先生に会って あんまりひどいって言ってやろうかしら。姉は興奮していった。いけないいけない。そんなこと言ったらどんな目に遭うか知れないの。私は姉をゆかせまいとした。翌日起きると私は渋りながら登校の道を行った。私は昨日逃げて帰ったのを咎められる不安やまたあの長い居残りを思うだけでも気がめいり込むのであった。 雨はは両側のの深いいい日差しからも流れててた。た。他の同級生はみな元気に歩いていった私は学校の野町尋常小学校と太い墨で書いた門のところで極度の嫌悪のために牢獄よりも愛とわしく呪うべき建築全体を見た私はなぜこんなところで物を教わらなければならないかという心にさえなった。 あの家の小僧さんのようになぜ自由な生活ができないのかとさえ思った先生はそちらぬふりをしていた私は喜んだ私がいつまでも昨日残っていたものだと思っているのだと心を休んじていた語源が済むと生徒が行列を作って下駄箱の方へ行くのであった私も今日こそ早く帰れるのだとひそかに心を躍らせた そして先生の前を通ろうとすると、お前は居残るんだ。いきなり襟首を掴んで行列から引きずり出された。まるでズメのようにだ。私はカッとした。腹綿が絞られたように縮み上がった。真っ赤になった。ものの二分も経つと、私はよく鳴らされた高眼さに、そのずうずうしい気持ちがすっかり自分の心を支配しだしたことを感じた。 どううににでもななれ、という気になった。私の目はいつものようにじっと動かなくなった頭から足まで一本の棒を差し通されたようなしっかりした心に立ち返っていた私は昨日のように教室に立っていた一枚二枚三枚と人家の屋根瓦を読み始めた 何度も何度も読み始めた気が落ち着くとだんだん瓦の数がわからなくなった目がいっぱいな涙をためていた私は先生の醜いポツポツに穴の開いた天然痘の跡のある方を思い浮かべたそれが起こり出すと一つ一つの穴が一つ一つに赤く染まっていったそんな時私はいつも殴られたチョークの粉のついた大きな手が いつもうつむいて宿命的な呵責に震えている私の目からはいつもそれが人間の手でなくて一本のこ棒であったそのこ棒が動くたびごとに私の全身の注意力と警戒と憤怒とがどっと頭に集まるのであった私の怒りはまるで私の腹の底をぐらぐらさせたその日は私のほかに 貧しいボロを着た貧民町の同級生が私と同じように残されていた。彼は黙っていた。彼は面白そうに外を見ていた。私は彼が立っているとさぞ私のように足がだるいだろうと思っていった。君は腰掛けにいたまえ先生が来たら行ってやるから。そうか。と言って彼は腰掛けに座った。彼は部屋の奥の方にいたのだ。 私は入り口にいたので先生が来れば見えるのであった。先生が来た。私はすぐ彼に注意した。先生は私の方へ来ないで、彼の方へ行って何か小声で叱っていた。彼は泣いて謝っていた。汚い顔中を涙で洗うに任せた二目と見られない顔であった。では帰んなさい。彼は許されて出て行った。 今度は私の方へ来た。なぜ昨日、許しもしないのに帰ったのだ。貴様ぐらい強情な奴はないと言った。私は、またなぜが始まった、と心でつぶやいた。なんとか言わないか、言わんか。私はその声の大きなのにびっくりして目をあげた。私は極度の怨恨と屈辱とにならされた目をしていたに違いない。なぜ先生を睨むのだ。 私は怒鞄の,ななの底にしまってあるナイフがちらっと頭の中に浮かんだ突然天井が墜落したような目を塞がれたような気がして私はそっと押したとても子どもの私には背負いきれない荷物を負ったようにだ私は間もなく先生に起こされた私は気絶したのであった 私は夢から覚めたようにぼんやり頭の中の考える機会をそっくり持っていかれたような気がしていた先生は急に優しく「おかえりなさい今日はこれでいいから」と私は表へ出ることができた私は「大きくなったら」と深い決心をしていた もっと大きくなったら」と地べたを踏んだ私の心はまるでギチギチな石ころがいっぱい詰まっているようであった私はこの日のことを母にも姉にも言わなかったただ心の底深く私が正しいか正しくないかということを決定する時期を待っていた5 九歳の冬父が死んだ朝から降り積もった激しい雪はもう私が駆けつけた頃は尺余りに達していた父の体は白絹の布で覆われていたその上に立派な人越しがどっしりと悪魔よけに乗せられてあった父は老衰で二三日の合商で 眠るように言ったお葬式の日はやはり雪がちらちら降っていた母と一緒に抱かれるように車に乗った途中雪が大変で行列が遅れがちであった私はそれからは非常な陰気な日を送っていた父の愛していたシロという犬が いつも私のそばへふらふらやってきた。毛並みのつやつやしい純白な犬であったある日私は実家へ行くとごたごたしていて大勢の人が出たり入ったりしていた母は私にお父さんの弟さんが越中から来たのだと言っていた四五日すると母がいなくなって見知らない人ばかりいた母は追い出されたのであった 母は私にも別れの言葉を言う暇もなかったのかそれきり私は会えなかった母は父の駒使いだったので父の弟が追い出したことが分かった私はあの広い庭や畑を二度と見ることができなかったいつも茶の場で長火鉢で向かい合って話した上品なおとなしい母はどこへ行ったのだろう 私は母にも姉にも黙っていた。母はそのことを口へも出さなかった。私は暇さえあれば、シロを連れて町を歩いていた。シロ、来い父が亡くなってから眠るところもないこの哀れな生き物は、何人よりも私を好いていたらしかった。私はこの生き物と一緒にいると、何かしら父や母について、 引き続いたた感感情や言葉ののを感じ得られるのであった私はどこかで母に愛はせぬかと小さい心を痛めながらある時はずっと遠くの町まで歩き回るのであった母と同じ年頃の女に会うと私は走っていて顔を覗き込むのであった私のこの虚なしい努力はいつも果たされなかった 姉はよく私のこの心持ちを知っていた。姉はもう嫁には行かなかった。いつも家事のひまひまには部屋にいて、静かに針仕事で日を暮らしていた。そして私がひっそりと奥庭へ入れておいたシロにご飯をやったりしてくれた。シロはもう私の家を離れなかった。私はよく庭へ出て、シロと座って、 深いい考え事をししてたたりした私はだんだん子供らしくないむっちりとした黙った子供になったシロのことでよく母から小言が出た「そんな犬なぞど,どうするのあっちへ話してらっしゃい」とよく言われたものだ私はわざと話しに行くように見せて瓦へなど行って遊んでいた「シロ行け けけししかけるとシロは大概の犬を任した。私はそうして時間をつぶして帰ってきて「話してきました」と報告しておいたその時はもう白は奥庭に入って丸ると寝ていた母は困っていたが私がああした嘘をつくことを知らなかったしまいには出入りの大工に頼んで母は話させたがやっぱり帰ってきた そんな時私は嬉しかっっった。道を忘れないで帰って来い、きっと来い。で帰て来きと私は大工が持っていく時に心の中でつぶやくのであった姉は「あんなに懐いたんだから置いてやったらどうでしょう」と母に言ったりした「でもお里の犬だしなんだか気味が悪くてね」と言っていたそして私には「あんまり白白って可愛がるからうちから他へ行かないんだよ」 と小言を言をっていたでも私はシロを愛していたある寒い雪の晩型のことであった私はだんだん暮れ沈んで雪が青くなって見える門の前でいつまでもやむことのない北国の長い降雪期を心で糸いながらあの何とも言われない寂しい音という音の旗とやんだ静かな町を 寒気に腰を曲げて縮んだように行く往来の人を眺めていた近在の人であろう皆忙しげにしかも音のない雪道を行くのを絵も言われず寂しく見送っていたどの人を見ても痩せて寒気であった私はふと気がつくと白がぐったり首垂れて しかも耳から鮮血を白い毛並みのあたりに痛々しく流しながら帰ってくるのを見た。私はカッとなった。シロ、誰にやられたのだ私はこの哀れな動物にほとんど想像することのできないほどの深い愛を感じた。そしてこの耳を噛んだ相手の犬に報いなければならなかった。シロ、行けどこでやられたのだ私はシロと共にむやみに興奮して、 白は高く吠えて私より先に走った。白は裏町のある家の門のところで急にうなり出した。門の中から黒白の斑点のある大きな犬が飛び出した。白は私という火星に元気づけられたためにいきなり飛びついた。けれども白は小さかったために仰向けに組みしかれた。白は悲鳴を上げた。私はもう我慢ができなかった。 いきなり下駄を脱ぐと雪の中を素足になって上に乗りかかっている白の敵をめちゃくちゃにひっぱたいた敵は悲鳴を上げた白はその隙に起き上がって完全に敵を組み敷いて噛みついた「白しっかりやれ僕がついてる私は冷たさも知らないで雪の上をトントン踏んだ白は勝ったそこへ門の中から 私とは二級上の少年が出てきた。そして今度は自分の犬にけしかけた生意気言うな貴様の犬より僕のやつは強いんだ私は彼の前へ飛びかかるように進んだそんな汚い犬が強いもんか彼は真っ青になって言った犬より君の方が危ないよ家へ入ってた方がいいよ小さなくせに生意気を言うな もう一度言え。私はこう言っておいて、いきなり得意の組打ちをやった。私は彼の背を両手でしっかり抱いて、くるりと腰にかけて雪の上へ投げつけた。そして私は馬乗りになって、自分でどれだけ殴ったか覚えないほど殴った。私は喧嘩は早かった。そして非情な敏滑な稲妻のようにやってしまうのが得意であった。 私は下駄を履いて白と帰りかけた。やっと起き上がった彼は「覚えていろ」と言った私は霊唱して帰った私はそれから道で白を撫でてやったそして「負けたら帰るな」と言って聞かせたある日学校からの帰り道のことであった裏町の塀のところに上級生らしい 私とは大きい少年が三人固まって私の方を向いて囁き合っていた気がつくとこの間の犬の喧嘩の時の上級生が混じっていた私は直角的に待ち伏せをくらっていることを知った私はすぐカバンの革紐を解いて先の方を固く結んだ私の用意は彼らの前にまで歩いていくうちに整っていた 例の少年はいきなり私の前に立ちふさがった。この間のことを覚えてるか彼は一歩前へ進んだ。覚えている。それがどうしたのだ。仕返しをする気か彼はいきなり飛びつこうとした。私の振った革紐はヒュッと風を切って彼の後ろ頭を叩いた。彼はふらふらとした。その時まで黙っていた彼の友達が、 右と左とから飛びつこうとした。私はまた革紐を鳴らした。その隙に私は足を蹴り上げられた。膝皿がしびれた。私は倒れた。そして私はめちゃくちゃに叩かれた。私は彼らが去った後でめまいがして、やっと家へ帰った。しかし翌日はもう元気になっていた。 学校ののの便所で昨日の仲間の一人に会った。私は声をもかけずにその上級生を後ろから貼り付けておいて漆喰の上へ投げ飛ばした帰りに例の上級生が56軒先へ行くのを呼び止めると彼は逃げ出した私はすぐさま手ごろな小石を拾ったつぶては彼のくるぶしに当たった彼は倒れた私は彼をその先の日のように殴ったたくさんの学友らは 私らを取り巻いていたが、誰も手出しをしなかった。それほど私は皆から敬遠されていた。私は彼を尻目にかけて去った。私はしかし、そういう喧嘩をした日は寂しかった。勝って相手をひどい目に合わせれば合わすほど、私は自分の中の乱暴な性分を後悔した。してはならないと考えていても、 いつも外部から私の危険性が誘い出されるごとに私は抵抗しがたい自分の性分のためにいつも寂しい後悔の心になるのであった私のそうした乱雑な絶えず復讐心に燃えた根強い一面は多くの学友から危険がられていたのみならず非常に恐れられていたので親しい友達とではなかった私は一人でいる時 外部から私を動かすもの,のいないな私は弱い感情的な少年になっていつも姉にまつわりついていた「お前がまあ喧嘩なんかして強いのおかしいわね」姉はよく近所の少年らの親元から私にひどい目に遭った苦情を持ち込まれた時に笑って信じなかった姉の前では優しい姉の正常の反射作用のように おとなしくむしろ泣き虫の方であった。私は学友から一人離れて帰途を急ぐときはいつも姉の顔や言葉を求めながら家に着くのであった。姉なしに私の少年としての生活は続けられなかったかもしれない。6。後ろの彩川は水の美しい 東京の隅田川ほどの幅のある川であった。私はよく河原へ出て行って、あ釣りなどをしたものであった。毎年、六月の若葉がやや暗みを帯び、山々の姿が草木の繁茂するに従って、どことなくぼうぼうとして膨れてくる頃、近くの村落からきゅうりのやってくる頃には、小さな背や砂利でひたした背頭に、 背中に黒いほくろのあるサあが登ってきたサあはあの秋の狩りのように正しく可愛げな行列を作って登ってくるのが例になっていたわずかな人声が水の上に落ちてもこの敏感な氷判な魚は花の散るように列を乱すのであった私はこの国の少年が皆やるように小さなびくを腰に結んで 幾本も結びつけた毛針を上流から下流へと絶え間なく流したりしていたアユはよく釣れた小さな奴がかかっては竿の先端が神経的にピリピリ震えたその震えが手先まで伝わると今度はあまりの喜ばしさに心が躍るのであった背は絶えずザーザーと流れて美しい背波の高まりを 私たち釣り人の目に注がすそこへばりを流すとあの小さいやつが水面にまで飛び上がってばりに群れるのであったことに日の暮れになるとよく釣れた水の上が暮れ残った空の明かりにやっと見分けることのできる頃私はほとんどビクをいっぱいにするまでよく釣り上げるのであった川について 私は一つの話を持っていたそれは私が釣り押しに出た日は雨続きの挙句く増水したあとであったあの増水の時によく見るように上流から流された汚物がいっぱい蛇過にかかっていた私はそこで一体の地蔵を見つけたそれは一尺ほどもあるかなり重い石の青く水苔の生えた地蔵村であった 私はそれを庭に運んだそして杏ずの木の陰によく町外れの露房で見るような小石の台座をこしらえてその上に鎮座させた私はその台座の周りにいろいろな草花を植えたり花筒を作ったり庭の果実を備えたりした毎月24日の祭日を姉から教えられてからその日は自分の小遣いからいろいろな供え物を買ってきて備えていた まあお前は新人かね姉もまた赤いきれで衣を縫って地蔵の肩に巻きつけたり小さな頭巾を作ったりして石の頭にかぶせたりした私はいつもこの拾ってきた地蔵さんにいろいろなことをしてあげるということが決して悪いことでないことを知っていたことに地蔵さんは石の端にされても人間を救うものだということをも知っていた 私はこの平凡な石ころ同様なものの中に何かしら疑うことのできない宗教的感覚が存在しているように信じていた。きっといいことがあるわ、お前のように親切にしてあげるとね。姉は毎日のように花を変えたり掃除をしたりしている私を褒めてくれていた。私は嬉しかった。こうした木の陰に 自分の自由に作り上げた小さな寺院が、だんだんに日を降るに従って、小屋掛けができたり、小さな提灯が下げられたりするのは、何とも言えない、ただそれはいい心持ちであった。何かしら自分の生涯をとして報いられてくるような、ある予言的なるものを感じるのであった。私は毎朝、洗面してしまうと、礼拝しに行った。 時とするとあぐらをかいたお膝のところに大きな四つゆがしっとりと玉を続けていたりした。その次に姉がいつもつつましげにお参りをしに来た。ことに夜は真剣な気がした。木の葉のささやきや空の星の光などの一切を取りまとめた感覚が直接地蔵さんを崇拝する私の心を極めて高く厳粛にした。 私はそこで大きくなったら偉い人になるように熱湯するのであった不思議なことはこの地蔵さんを大切にしてからはよくアリなどが地蔵さんの体を張っているのを見るとこれまでとは別ような特に地蔵さんの意志を継いでいるようなものにさえ思われたカタツムリにしてもやっぱりこの神仏の木を受けているように感じた私はだんだん 地蔵さんの付近に存在する昆虫を殺すことをしなくなったそれがだんだん長じて街路でも生き物を踏むことがなく無益に命を取らなくなっていた「お前くらい変な人はないしかしお前は別なところがある人だ母も私の仕事に賛成していたしばらくなら誰でもやるものだがあの子のように熱心にする子はない」 私はそれらの惨憺にかかわらず時としてはこんなにしてこれが何になるとか今すぐ自分に報いられるとかいうことを考えなかった私はこの小さな寺院の建立にいろいろな器物の増していくところに自分の心がだんだん離れないことを知っていたことに私が川から拾ってきたことが 母などがすぐ大工を呼んで立派なお堂を建てたらと言い出すごとにひどく反対させた。今さら母の力を借りなくとも私は私一個の力でこれを祭りたいと思っていた。私は私の神仏としてこれを庭の一隅に置きたかった。誰人の指の触れるのも好まなかった。林家に雨屋があった。 そこヨネちゃんという子は庭がなかった。私はその少年のよく庭に入れて遊んだ。私はこの友達と瓦から石を運んだり砂を持ち込んだりした。私はだんだん大掛けに立てていった。一つのものが増えればもっと別な神聖なものが欲しくなってきた。私は町へ出て散歩や器物や花筒や食材を買ってきた。 姉は毎日ご飯のお供え物をした。私は長い庭の敷石を伝わりながら、朝の涼しい木の陰に白い湯気の上がるお供え米を捧げてきてくれるのを見ると、私は涙ぐみたいほど嬉しく、神々しくさえ感じた。姉さんありがとう。私は熱く感謝した。私の色々な仕事を見ている姉はいつも清い美しい目をしていた。 姉さんの目は「なんて今朝はきれいなんだろう」と心で感じながら私は花を変えたりしていた私はますますひどく一りぼっちになった学校へ行っていてもみんながバカのようになって見えた「あいつらは私のような仕事をしていない信仰を知らないと」とみんなとは特別な世界にもっと別ような空気を吸っているもののように思っていた 先生を尊敬する心にはもとよりななっっていなかったあのひどい生涯忘れることのできない目にあってからの私はいつも冷然とした高慢のうちに絶え間もない忍辱に虐げられたあの日を目の前にして心を砕いて勉強していた私が成人した後に私が受けたよりも数倍な大きい苦しみを彼らに与えてやろう。 彼らの現在とはもっと上に位した全ての手に優越した勝利者になって見返してやろうと考えていた私はあの意地の悪い学友らはもはや私の問題ではなくなっていた全然あの喧嘩や小競り合いがバカバカしいのみならずその相手をしていることがもはや私に不愉快であった明治33年の夏私は11歳になっていた 私の母が父の死後なぜ慌ただしい追放のために行方不明になったのかしかも誰一人としてその行方を知るものがなかったのかということは私には3年後にはもう分かっていたあの越中から越してきた父の弟なる人が私の母が単に駒遣いであったという理由から ほとんど一枚の着物も持ち物も与えずに追放してしまったのであった。この惨めな心でどうして私に会うことができたろうか。彼女はもはや最愛の私にも会わないで、しかも誰人にも知らさずに、しかもその生死さえも分からなかったのである。私は母を求めた。私があの小さな寺院建立の実行や決心や仕事のひまひまには、 いいつも行方の知れない母の知な母ために、どうか幸福で健康でいらっしゃいますようにと祈ったのであったこの全世界にとっては宿のなかったあの悲しい母の昨日に比べて変わり果てた姿はどんなに苦しかっただろうと私はじっと空を見つめては泣いていた私がもっと成人して全世界を向こうに回しても私の母の悲しみ苦しみを弔うためには 私は身を粉にしても構わないとさえ思っていた。私は母を追い出したという父の弟らしい人に裏町で会った時私は一種の狂気的な深い怨恨のために踊りかかろうとさえ思ったのであった。私があの時その弟の人を殺そうとさえ日夜空想したことは決して嘘ではなかった。私はただ彼を睨んだ。その中に私は。 すべての複雑な感情の激怒によって呪わるべく与えせられた下避な人間を憎悪した。私があの痛みやすい目をして、どんなに母の要望を描いて、それと語ることと空想することを楽しみにしていたか。私は人のない庭や街中で、小声で母の名を呼ぶことさえあった。しかも永久に会うことのできない母の名を。 私はそうだ人間は決して二人の母を持つ理由はないと考えていたそんな時現在の母をいまいましく冷たく憎んだ私は一方には済まないと思いながらそれらの思念に漁される時私は理由なく母に冷たい瞳を交わしたのであった「姉さん僕の母は私は時々言ったものだ」 姉は思いやりの深い目でそんな時いつもするように私を優しく抱きながら「どこかで幸せになっていらっしゃいますよそんなことをこれから言わないでちょうだい」と言ってくれたどこなんだ私はすぐに激しく興奮した何者にも耐え難い激怒は母のことになると最も信頼していた姉にまで及んだ そんな怖い顔してはいや。僕の顔は怖いんだ。私は姉から離れた。こんな時は姉でも私の心を知ってくれないように生ぬるい感じのもとに怒りを感じた。もう姉さんなんぞはいてもいなくてもまた愛してくれてもくれなくてもいいとさえ思っていた。世界中が私を不幸にするように思って私はますます深く怒るのであった。 姉さんに僕のの心がわかるものか。るも私はすぐ表へ駆け出すのであったたった一人の友である者から離れて一人裏町や空き地などを歩いていた私には木やその緑も人家も別なものに思われた何もかも冷たく悲しかったそんな時は何にも言わない白がついてきたそして彼が みなわかってていいいるような悲しし顔をしていた私は母とあの広い庭へ出て茶摘みをしたり庭で父と三人でお菓子を食べたりしたことが思い出された初夏の風はいつも若葉の匂いを混ぜて吹いていた私は小さな顔をかしげるようにして父と母の顔を半分ずつに眺めていた 隔たりのないすべての親密さが私たち親子の上にあったそんな時シロも傍らの草の中に眠っていたお前は一体成人して何になるか父はよく笑顔で尋ねた私は黙ってニコニコしていたさあこの子は考えることが上手だからきっと先生にでもなるかもしれない ねえ、お前そう思わないかい?」と母は言った「僕何になるかわからないんだ何かこう偉い人になりたいな私は本当に何になっていいかわからなかったそうだともかくも偉い人間になれその心がけが一番いいんだそうねそれがいい」と母も言った 私も目的のない漠然とした意志のもとに、ともかくも偉い人になりたいと思っていた。しかし、軍人の嫌いだった私は、それ以外に偉い人になりたいと思っていた。さあ、もう少しで積んでしまえるんだから、やってしまおう。ええ。こうして父と母とは茶畑の中へ、あの美しい芳しいわかめを摘みに行った。私は一人で、 木の陰に白とふざけていた私はこの平和な心を今歩きながら感じたそして今全てがなくなっていた私は何もかもなくなっていた私は元気づいて先を駆けていくシロを悲しそうに見たあれだけが生きているあれが皆知っていると思った あれがもし話ができたらよく私を慰めてくれるに違いないと思った私は巡り歩いて郊外の自警院の前に出たそこには親のない子がたくさんに集まっていたちょうどうちの仕事の時らしく一人の監督に連れられてマッチの棒を吉瀬に並べて日光に乾かしていた私と同じ年頃の少年らは 皆規則正しい手慣れた運び方をして一つ紙ずつすのこの上に棒を並べていた棒の先には薬品が黒く塗られてあった私は静かに眺めていた皆血色が悪くて青いむくんだような顔をしていた私と同じ親のない少年だ私もああして働かなければならなかったのだ 私にああいうことができるだろうかと考えた。あの冷たそうな監督の顔が私には不快であった。そしてこの院内からにおうてくる一種の吐き気を催す周期はたまらないほど私の胸をむかむかさせた。私がここへ来てもだめだ。私は追放されるに決まっている。そして私の行くところはやはり 今のの家庭より他にはないのだ「この哀れな少年の中に目の大きな青い顔をしたしかしどこかに品のある美しい顔が目についた私は何心なくこの少年に引きつけられた私はじっと見つめた彼もじっと見ていた私は彼の悩んでいるのがわかるような気がした」。 弱いけれど絶えず寂しそうに大きく見張る癖のある目。私はこの少年と遊んで慰めてやりたい気がした。きっとこの少年は私と遊ぶことを喜ぶに違いないと思った。あの目の光は今私を求めているのだ。私と話することに憧れているのだ。私は目で微笑した。彼もマッチを並べながら微笑した。 私の微笑が霊笑に取られはすまいかと不安に思ったが彼はそう悪くは取らなかったのが嬉しかった8私の地蔵堂は日を降るに従って立派になった私はどこへ遊びに行くということもせずにいつも庭へ出ていた垣根越しに隣の寺に 年取った和尚さんが庭掃除をしていられるのが見えた。私は丁寧に挨拶をした。和尚さんは柿のそばへやってきて行った。なかなか立派なお堂ができましたね。私は裏木戸を開けて、入ってごらんなすってくださいまし。では拝見いたしましょうか。和尚さんが入ってきた。そして堂のところを見回して、なかなかお上手だ。と言った。 それから和尚さんは、たもとから数図を出して、合唱しながら小声で地蔵経を読み始めた。まるで枯れ切った渋い声で、うっとりするような美しいリズムを持った声であった。私は後で、この地蔵さんを川から拾い上げてきたことなどを話した。和尚さんは地蔵さんの演技について、いろいろ話してくれた。のところに この小柄な坊さんはしゃがんでいろいろな話をしてくれた。人間は何でも自分で良いと思ったことはした方が良い。良いと思ったことに決して悪いことはない。お尚さんが帰ると、私はふと、この地蔵さんを寺の方へあげたいと思った。私は姉に相談した。姉はすぐ賛成した。そりゃあいいわ。あのお嬢さんはきっとお喜びになるわ。 じゃあ、姉さんからおっかさんに行ってください。ええ、今から言ってあげる。姉は母に相談した。母もそれがよいと言ってくれた。帰って、雑家に置くよりも、元は川の中にあったのだから、お寺へあげた方がよいということになった。和尚さんも喜んでくれた。お寺では吉日を選んで供養をしてくれた。私が摂主であった。 川の中に捨てられてあったお地蔵さんは、今は立派なお堂の中に、しかも宅霊まで添えられて祭り込まれた。私は嬉しかった。私はそれを機会として、お寺へ遊びに行くようになった。お正さんは子供がなかったので、私をむやみに可愛がってくれた。私が学校からの帰りが遅いと、よく私の家へ来られた。まだ帰りませんかね などと姉に尋ねていたそういう時私はすぐにお寺へ学校の道具を投げ出すと飛んでいった「和尚さんただいま」私は和尚さんの炉の横へ座った「よく来たの今ちょいと迎えに行ったところだった」和尚さんはいろいろ菓子などをくれたそれから古い仮名のついた弘法大師の朱色の表紙をした電気などをもらった 和尚さんは優しい人であったいつも善良な微笑を浮かべてお茶を飲んだり暦を食ったりしていた私はだんだん慣れると奥の院の涼しい書院へ行って学校の書物を読んだりまたはつい涼しい紛れにうとうとと少年らしい短いいびきを立てたりしていたおしょうさんは私のわがままを許すばかりでなく心から 私を愛ししているらしかった。ある日のことであった。あんたはここのお寺のものになるのは嫌かと言った。来たっていいけれど坊さんになるのは嫌です。お嬢さんの子になるのならいいけれど。坊さんにならなくてもよろしい。では嫌ではないんだね。ええ、喜んできます。おっさんがどう言うか知りませんが。 わしからおっかさんにはお話しする。この話があってから、私は母に呼ばれた。そして、お寺に行く気かと尋ねられた。私はぜひ行きたいと思っていると言った。お寺に行けば、何もかも、私は心から清い、そしてあの不幸な母のためにも、心ひそかに祈れると思ったからである。私がお寺に寄居するということだけでも、 私は母に功を尽くしているような気がするのであった。坊さんにはしない条件で私はいよいよ寺の方へ養子に行くことになった。姉は悲しんだがすぐ隣家だったのでいつでも会えると言って諦めた。私の着物や書物はお寺に運ばれた。式も済んだ。そして私は、 涼しいお寺の奥の院で生活をするようになった私は寺から学校へ通っていた私の目に触れたいろいろな仏像や仏が朝夕になる卓霊の厳かな音色それからそこここに灯されたお灯苗などにこれまでとは別な清まった心になることを感じるのであった静かに私は時々姉にも会った まあ、おとなしくなったのね」と姉は言っていた「私お地蔵様にお参りに来たのあなたも行かない行きましょう私たち兄弟は境内の私の地蔵さんにお参りをしたいつも新しい供え物が上がっていて清潔ですがすがしかったどこか坊さんみたいねだんだんそんな気がするの姉は言って笑った そうかな、やっぱりお寺にいるからなんだね私たちは書院へ帰ると父が出てきた新しい父は茶と菓子とを運ばせた書院はすぐ本堂の裏になっていたそうして二人そろっているとわしも子供の時を思い出す子供の時は何を見ても楽しいものじゃ父はこう言いながらお菓子を取って さあ一つ上がりなさい」と姉に勧めた私たち三人は後ろの川の上を渡る風に吹かれながらお茶を飲んだお父さんはお茶が大変好きなの私は姉に言った父はニコニコしていた9私のお寺の生活がだんだん慣れるに従って 私は心かかららびやにに幸福に暮らしていた。私は本堂へ行ってみたり本堂を囲う廊下の絵馬を見たりいろいろな寄生門を封じ込んだ額を見上げたりしていた私の部屋は私の静かさと清潔とを好む性癖によくかなっていて庭には波乱がたくさんに茂っていた栗には大きな暗いえのきの大樹があって 秋も深くなると小粒並みが屋根の上を叩いて落ちたお寺には絶えずお客があった客は大概信者であった同年配の子供を連れてきた人はいつも私に紹介した父は私を自慢していたその信者の一人で下町の方に商いしている家の娘でお子さんというのがあった その子はおばあさんに連れられてくると、いきなり父に取りすがって、テルさんがいらして、と言うのであった。います。さあ、行ってらっしゃい。そのお子さんはいつも私の部屋へ飛び込むように入ってきた。九つになったばかりの娘であった。私はいつも絵を描かされていた。もう一枚描いてくださいな。せがまれると、 私はいつもつたない絵を描かなければならなかった。姉さんを呼んでらっしゃいな。一緒に行きましょうかそうしよう。私たちは庭の木戸からつ葉や雪の下の生えている敷石伝いによく隣の姉さんを呼びに行った。姉さんと三人でいつも庭で遊ぶのであった。柿の若葉の影は涼しい風を通していて、 その根元へしゃがんで話すのであった。私は姉とお父さんとに挟まれていた。姉はいつも私の手をいじくる癖があった。お寺がいいお家がいいなどと姉が尋ねた。お寺もお家もどっちもいいの。でも両方にいるような気がするの。私は実際そんな気がしていた。一日に幾度も行ったり来たりしていたから。 そううでしょうね姉も同感したでもね姉さん晩は怖くて困るの誰も起きていないのに本堂で拓が鳴るんだものお父さんに聞くとネズミがふざけて尻尾で拓をたたくんだってまあそうお母さんが怖そうに言うお母さんは時々面白いことを言ったあのね姉さんがお好き私をお好きどっちなの などと姉を笑わせることがあった。みんな好き。などと三人は本堂裏の方へ遊びに行った。そこはすぐ石垣の下がか川になっていて、カエデの老木や茨が茂っていた。姉さんは大きかったので、その細い危ない本堂裏へはいけなかった。危ないからおよしなさい、と姉は言った。けれども私はそこへはいかれる自信があった。 私も行くわ。行かれてよ。お父さんが茨を分けて行こうとした。姉はびっくりした。行けませんよ。落ちたら大変だからおよしなさい。かち気なお母さんは聞かなかった。大丈夫なのよ、姉さん。石垣の下は青い淵になって、その渦巻いた水面は長く見ているとめまいを感じるほど気味悪くどんよりと、まるでそこから何者かがいて引き入れそうであった。 私も危ないと思った。いけない、ここへ来ちゃ。彼女はカエデの根元を伝って、とうとう本堂の側面の裏へ出た。私、平気だわ、あんなところは。私は体が冷たくなるほど驚いたが、案外なので安心をした。ここから姉のいるところは見えなかった。この堂裏には、いろいろな絵馬額の壊れたのや、 提灯の破れたのや土星の天狗のお面やお花の束や古い埃で白くなった材木などが積まれてあった冷たい腐ったような落ち葉の匂いがこもっていたあのねさっきのね私が好きかお姉さんが好きかどっちが好きかはっきり言ってちょうだいどっちも好きじゃ嫌よ私はびっくりしてお父さんの顔を見た お父さんは泣き出しそうなほど真面目な顔をしていた小さい額にこまちゃくれたシワを寄せて私の顔を仰ぎ見ていたお父さんが好きだ姉さんには内緒だよ本当本当なのまあ嬉しい私気にかかってしようがなかったのと神経的に言う私は お子さんと姉とは別々に考えていたお父さんには姉さんと違ったものがあったつまり可愛さがあって姉さんにはかえって可愛がられたさがあった私ねもうずっと先から問おうと思っていたのそうじゃあお母さんは僕の一番仲良しになってもらうんだいいのいいわ一番仲良しよ その時、姉の高い声がしていた。呼んでいるらしかった。私も大声で答えた。私たちは助け合って、姉のいるところへ行った。まあ、私本当に心配したよ。何していたのエマの古いのや、ペングの面などどっさりあったの。面白かったわ。とお母さんが言った。私は少し決まりが悪かった。 姉が何もかも知っていは住まいかという不安が、ともすれば私の顔をあからめようとした。けれども姉は何も知らなかった。私どうしようかと思っていたの。これからあんな怖いとこへ行かないでいてちょうだい。と姉は私に言った。これからは行かない。と誓った。お父さんもよ。と姉は注意した。私も行きませんわ。と誓った。 私たちはそれから蜜葉を摘み始めた。あの芳しい春から二番目の蜜葉は庭一面に生えていた。姉が籠を持ってきた。庭は広く、いろいろな植え込みの日向の柔らかい地には、こんもりと太く肥えた蜜葉が茂っていた。これをテルさんのお父さんにあげましょうね、と姉はお父さんに相談した。そりゃいいわ。 きっとお喜びなさるわ3人は1時間ばかりして大きな籠にいっぱい蜜葉を積んだ寺の応援側ではお子さんのおばあさんと父とがお茶を飲んでいた「こんにちは私は挨拶をしたおばあさんも挨拶をしたこれをねみんなして積みましたので持ってきましたどうもありがとう大変良い蜜葉ですね」と父が言った おばあさんも褒めた私たちは縁側で休んだおばあさんが「ご兄弟ですね大変よく似ていらっしゃると言った父はそうですと言った私は姉と顔を見合わせて微笑した実際私は姉とは似ていなかった別々な母を持っている二人は似ている道理はなかった私はこんな時 いつも人知れず寂しい心になるのであった普通の兄弟よりも仲のむつまじい私どもに違った血が流れているかと思うと姉との間を断ち切られたような気がするのであったおばあさんらも帰った後で私は一人で部屋にこもってひどく陰気になっていた父は顔の色が良くないがどうかしたのかないえ何でもないんです と私はやはり本当の兄弟でないことを考え込んでいた一つ一つ話の端にも私はいつも心に刺されるものを感じる弱さを持っていたために時々ひどくめいり込むのであった心はまたあの行方不明になった母を探り始めたいつ会えるだろうかとても会えないだろうかという心はいつも きっと会う時があるに違いないというはかない望みを持つようになるのであったこの寺に来てから私は自分の心が次第に父の愛や寺院という全精神の正常さによって寂しかったけれど私の本当の心に触れ慰めてくれるものがあった私はよく深く考え込んだ挙句、人の見ない時父に隠れて 本堂に上がっってくのであった「暗い内人は金や銀をちりばめた仏像が暗い内部の明かりにまたはかすかなお灯苗の光に厳かに照らされてあるのを見たそして私は長い間合唱して祈願していたもし母が生きているならば幸福でいるようにと祈っていたがらんとして大きく 押し付けてくるような本堂の一隅に私はまるで一匹の蟻のように小さく座って合唱していた私は人々の遊び盛りの少年期をこうした悲しみに閉ざされながら一日一日と送っていた10秋になると椿の実がまるで松笠のように枝の間に挟まれてできた だだんだん売れるとちょうどとびの立っているようになって一枚一枚風に吹かれるのであった遠くは四五帳も飛び吹かれたそれを拾うとまるでとびの形した乾いた茜色した面白いものであった私もよく庭へ出て拾ったものだ秋になるとすぐにわかるのは上流の河原の草むらが茜に焦げ出して 北方の白山山脈がすぐに白くなって見えた寺の庭には湧くようなコオロギがどうかすると午後にでも鳴いていたある日私は本堂の階段に腰掛けてぼんやり虫を聞いていた門から姉が入ってきた「何してるのぼんやりして」姉はいそいそしていた何か興奮しているらしかった なんだか寂しくなってぼんやりしているんだ。ほら、ひーひーと虫が鳴いてるだろう。そうね、虫はお昼間でも鳴くんだね。姉も階段に腰をかけた。ふいっとおしろいの匂いがした。いつもおしろいなどつけない姉には珍しいことだと思った。私ね、またお嫁に行くかもしれないの。 私はびっくりしたどこへ行くんですよくわからないんだけれどおっかさんが決めてしまったんだから行かなければならないわその人を知ってるの知らない知らない人のとこへ行くなんておかしいないつか姉さんが持っていた手紙の人だろういいえ姉は赤い顔をしたそして急に声までが変わった 私行きたくないんだけれど姉は黙って涙ぐんだ気の弱い優柔な姉のことだからきっと母の言うところならどういうところでも行くに違いないそして私一人になってしまうのは何という寂しいことだろう嫌だったらおっ母さんに断ったらいいでしょ嫌だってそんなことを私には言えないのどうでもいいわ 姉は投げるように言う。に言私は姉がかわいそうになった僕が言ってあげようか姉さんは行くことが嫌だってそんなこと言っちゃ嫌よ本当に言わないでください私帰って叱られるからじゃあやっぱり行きたいんだろう。私は妬ましいような腹立たしく気短にこう言うと姉さんは嫌な顔をしたあなたまでいじめるのね 私行きたくないってあんなに言ってるじゃないの。だって嫌じゃないんでしょと切り込むと。仕方がないわ。みんな運命だわ。私は黙った。嫌だけれど行くというはっきりしない姉の心をどうすることもできなかった。じゃあ行くのね。大概ね。私は、 寺の廊下屋根越しに、お神明さんのケヤきの森を眺めていた。姉が行ってしまっては、友達のない私は、どんなに話し相手に不自由するのみではなく、どんなにがっかりして、毎日塞ぎ込んだ寂しい日を送らなければならないだろう。姉は私にとって、母であり父でもあった。私の魂を慰めてくれる、一人の肉親でもあったのだ。 私はそっと姉の横顔を見たほつれ毛のなびいた白い顎。私が七つの頃から毎日実の弟のように愛してくれたんだでもね時々あなたには会いに来てよ僕の方からだといけないかしら来たっていいわ会えればいいでしょきっと会えるわね私は階段を降りて庭へ出た 姉は隣へ帰った。私は書院へ帰ると父には黙っておいた私は少年世界を開いたり読んだりしていたが姉が今にも行きそうな気がしてならなかった私は庭へ出た見る者が皆悲しく冬枯れの下場をそよがせていたばかりでなく川から吹く風がしみて寒かった座敷から父が「今日は寒いから」 風邪をひく「といいいけないから家へ入っておいでと言った」「親切な父の言葉通りに家へ入った」「私はだんだん自分の親しいものがこの世界から取られていくのを感じたしまいに魂までが裸にされるような寒さを今は自分のすべての感覚にさえ感じていた」「四五日して姉の行くことが決定した」 その日の午後、姉は晴れ着を着て、母と共に二台の車に乗った。私は玄関でじっと姉の顔を見た。姉は濃い化粧のために見違えるほど美しかった。そわそわと心も宙にあるように興奮していた。ちょいと来て、と姉は呼んだ。私は車近くへ行った。そのうちに会いに来ますから。 待っていていいくださいなそれからおとなしくしてね姉は涙ぐんだではいってらっしゃい私はやっとこれだけのことが言えた胸も心も何かしら押し付けられたようないっぱいな悲しみに迫られていたではさよなら言いかわすと車が動いた 真面目は静かに動いて今度は車の輪が激しく回り出した羽は振り返った車がだんだん小さくなってふいと横丁へ曲がった私はそれを長く長く見つめていた横丁へ曲がってしまったのにまだ車が走っているような幻影が私をして長く立たせた私は涙ぐんだ あの優しい姉もとうとう私から離れていってしまったかと私はすごすごと寂しい寺の書院へ帰りかかった11私は姉がいなくなってから短い冬の日の毎日雪に降り込められた書院で父のそばへ行ったり縁側にあげてやったシロを相手に寂しく暮らしていた 2週間もたった後にも姉は訪ねてきてくれなかった短いハガキが一枚来たきりであった別におかわりもないことと思います姉さんは毎日忙しくて外へなどまだ一度も出たことがありませんのであなたのところへも当分行けそうに思われません姉さんはやはりいつまでもお家にいればよかったと毎日そう思ってテルさんのことを考えますテルさんは男で幸せです そのうち、会ったときいろいろお話しします。と書いてあった。私はこのはがきを大切に汚れないように机の引き出しの奥にしまっておいた。姉のことを考えたり、会いたくなったりしたとき、私はこれを出して、じっと姉の優しい顔や言葉に触れるような思いをして楽しんでいた。私は時々隣の母の家へ行くと、 きっと姉の部屋へ入ってみなければ気が済まなかった。いつも黙って静かにお針をしているそばに寝そべっていた私自身の姿をも、そこでは姉の姿と一緒に思い浮かべることができるのであった。その部屋には、いつも姉のそばへ寄ると一種の匂いがしたように、何かしら懐かしい温かな姉の体から染み出るような匂いが、姉のいなくなったこの頃でも部屋の中にふわりと、 花のの香りのように漂っていた。私は部屋中を見回したり時には小段子ダンスの上にあるいろいろな菓子折りの殻に収まってある切れ類や香水の空瓶などを取り出して眺めていたなぜか知れない不思議な悪いことをした時のような胸騒ぎが姉の文庫の中を探ったりする時にドキドキとしてくるのであった。姉は、 サンゴの玉やかんざし、耳かき、壊れたピンなどを入れておいた箱を忘れていったのが、これだけがちゃんと置いてあった。私はそういう姉の使用物を見るごとに、姉恋しさを募らせた。私はある日、雪晴れの下道路を、シロを連れて急いで行った。私は密かに姉の嫁行った家の前を通りたいためであった。川べりの洗剤に植え込みのある。 役員の住みそうな家であった2階は障子が閉まってあった家中が静かでしんみりしていて姉の声すらしなかった私はわざと犬にワンワン吠えさせたりしたそれでも姉が留守なのか一向人の出てくる気配がしなかった私はなお強く犬を泣かせた2階の障子が開いたそして姉の顔が現れた 姉は「まあ」と口ごもるようにびっくりして手真似で「今そこへ行くから」と言った。シロは長く見なかった姉の顔を見ると急に元気づいて前足を折ってふざけるようにして高く高く吠えた。姉は出てきた。「まあよく来たのね。すっかり忙しくてね。ごめんなさいよ。私は姉の顔を見るともう涙ぐんでじっと見つめた。 姉は少し痩せて青ざめたような乾いた顔をしていた僕来ては悪かったかしらいいえ悪くはないけどお母さんからまたつまらないことを言われるといけないから今度から来るんじゃないのよきっとそのうち姉さんが行くからねきっとねええきっと行きますともシロはまあうれしそうにしてシロは姉の裾をくわえて 久しく見なかった主人にじゃれついていてたじゃあ僕帰ろう私はこんなところで姉と話しているのを家の人に見られると姉が後で困るだろうと思って帰りかかったそうお帰りまた今度姉さんが行きますからねそれまでおとなしくして待っていてくださいないつ頃来てくれるのそりゃまだわからないけれどもきっと行きますわ誓ってよ指切りをしましょうね 姉は私の手を取った。私はにっこりして辺りを見回した誰か見てはいはしないだろうかとしきりに懸念された姉はずっと昔子供の時にやったように小指と小指とをお互いに輪を作って両方で引き合うのであったこの子供らしい冗談のようなさじではあったが何かしら私ら兄弟にとって 神聖な信ずべき誓いのように思われていた。じゃあさよなら。と私は姉のそばを離れた。道草をしないでお帰りなさいな。ええ。私は川岸の裸に消えかかった道を行った。片側道なので誰も通らなかった。私は今から姉はどうして晩まで暮らすのだろう。何か面白いことでもあるのだろうか。 などと考えていた家にいる時よりいくらか痩せたのも私にはよく感じられた私は嫁というものは単に生活を食事の方にのみ勤むべきものであろうかなどと悩ましく考え歩いていた北国の冬の日没頃は油売りの鈴や雪が泥まみれにぬかった道やせわしげに行き交う人々の間に いつも物の底まで通る冷たさ寒さを持った風が吹いて一つとして温かみのないうちに暮れていくのであった私は寺へ帰ると夜は父と茶の湯の炉に強い火を起こして向かい合って座っていた父は何をするということなしに茶を飲んだり小暦を食ったりして一晩を送るのであった父はよくゆず味噌を作ったりした ゆず釜の中をふつふつと煮える味噌の匂いを懐かしがりながら、私はいつも父の手伝いをしていた。境内の大きなつがに寒い風がゴーゴーとなるような晩や、さらさらと障子を撫でていくささゆきの降る夜など、ことに父と二人で静かにいろいろな話をしてもらうことが好きであった。もはや姉に親しもうとしても遠くへ行ってしまった後は、 父と寂しい話などを聞くより他は仕方がなかった。父が初めてこの寺へ来た時はこの寺が小さな辻堂に過ぎなかったことや夜よく川嘘ウソが後ろの川で鮭を取り損なったりして夜中に水音を立てたということなどを聞いた父はよく言った「姉さんがいなくなってからお前は大変寂しそうにしているねええ。 父はよく私の心を見抜いたようにそんな時は一層優しく撫でるように慰めてくれるのであった「さあ休みなさいかなり遅いから」といつも床へつかすのであった私はわびしいあんの下で姉のことを考えたり母のことを思い出したりしながらいつまでも大きな目を開けていることがあった 後ろの川の背の音と夜風とが静かに私の枕のそばまで聞こえた。私の13の冬はもう暮れかかっていた。